海上保安庁大型巡視船巡航型弓張りが、いよいよ就役するとの情報を入手しました。今回は、この大型巡視船巡航型弓張りを中心に、尖閣や南西諸島警護について詳しく深掘りしていきますね。レールガン搭載すればいいけど、尖閣諸島での中国海峡局の動きが徐々にエスカレートしている、現実とフィリピンでの行動を見ると、日本にも、あの態度と行動を仕掛けてくると感じています。石原さんが尖閣を購入していれば違った現実が今あるでしょう。ガンの暴走でこのざまになるとは残念です。日本の海上保安庁では、今年2023年2月に浸水を果たしていた総トン数で、6000トン超級の巡航型巡視船の3番艦である弓張りが、この2023年11月30日に就役を迎えることの正式発表を行った。巡航型巡視船は、ヘリコプターを2機搭載する形式の大型巡視船としては、最新鋭の艦級であり、ネームシップであり、1番艦である巡航は、2020年2月、2名番艦の朝凪は、2023年7月にすでに就役済みである。1番艦である、巡航の建造費はおよそ172億円とされており、総トン数で6742トン、全長が約 140.0 メートル、全幅が 16.5 メートルの艦体を持ち、海上自衛隊の最新鋭のもが、身型護衛艦とさほど変わらない規模艦とも言える。海上保安庁では、巡航型の前に、同様に、6000トン超級の大型巡視船として、四季島型、秋津島型、黎明型を就役させているが、これらは、基本構造に軍艦形式を採用しており、建造費用は高額であった。これ対して巡航型では、その基本構造は、民間の商船をベースとした形式が採用されており、建造費用の圧縮によって、ある程度の数を揃えることと、それによる南西諸島方面での対応力の強化の両面への対処が基とされている。南西諸島方面の警備体制の強化といえば、まず、真っ先に、尖閣諸島周辺海域への中国海峡局の船舶の侵入の状態化が頭に浮かぶと思われるが、尖閣諸島を管轄区域としているのは、海上保安庁の中でも第11管区海所保安本部である。これに対して、巡航型は、今回の3番艦である弓張りも含め、3隻すべてが第10管区海所保安本部に配属されることとなっており、中国と対峙する最前線たる第11管区海所保安本部を強力にバックアップする配置だと考えられる。尖閣諸島を管轄区域とする第11管区海所保安本部には、同諸島専従の警備体制が、2016年2月、総トン数は、1700トンの1000トン型国先型巡視船10隻を集中配備する形を構築しており、小回りが利き、かつ、ある程度の長期連続出動にも耐える体制を敷いている。これら国先型巡視船に比して、はるかに、船体の規模で、大型な6000トン超級の巡航型巡視船等は、万が一の大きな非常事態の発生時にも、同時複数に対処することと、連続の出動時間が長時間に及ぶことを想定している。そのため、今回の弓張りも含め、巡航型の3隻と、四季島型の四季島1隻、レ、2名型の黎明と暁の2隻の合計6隻の6000トン超級の大型船が、第10管区海所保安本部に配属されることとなっているのだろう。第10管区海所保安本部は、都道府県で言えば熊本、宮崎、鹿児島にまたがり、海で言えば、東シナ海、八代海、太平洋、フィリピン海の一部にまたがる広大な区域を管轄下としており、南シナ海に通じる日本の交易路に直結している。昨今は、中国は、南シナ海の大半を自国の領域だとする主張を、実力をもって誇示する姿勢を強めており、フィリピンとの対立や、アメリカ軍機に対する同海域、及び、その上空での威嚇行動を富に激化させてきている。何しろ、中国は、今年2023年に国内で発表した地図に、これら南シナ海やインドと係争中の山岳地域を自国領だと表記する動きを見せており、こうした姿勢を今後も強めることはあっても、弱めることはほとんど期待できない。そうした現状を踏まえた場合、
海上自衛隊はもちろん、海上保安庁の強化も、日本にとっては喫緊の課題であり、話し合いによる平和的な交渉は継続しつつも、残念ながら、万が一の衝突への備えを怠ることはできなだろう。さて、今回の弓張りに話を戻せば、総トン数 6742 トン、全長約 140.0 メートル、全幅 16.5 メートルであることは前述した通りだが、機関部には4機のディーゼル機関を備える CODAD 方式が採用されている。この機関部の構成によって、弓張りは最大出力で 36,000 馬力を発生させ、最大速力は25ノット以上を発揮。その艦尾には、回転翼機用の飛行甲板と格納庫を備え、2機の回転翼機を運用することが可能となっている。弓張りを含む巡航型巡視船においては、搭載する回転翼機は、現エアバスヘリコプターズ社製のユーロコプター、EC-225 シュペルピューマ MK-II タスが採用されており、これは大型の輸送、汎用回転翼機である。ユーロコプター、EC-225 シュペルピューマ MK-II タスは、操縦者を含む3名の乗務員以外に、最大で24名もの搭乗者を収容できるスペースが確保されており、物資の輸送から救助任務にまで、幅広いよ。II タスは、陸上自衛隊でも4機が調達されているが、その用途は特別輸送任務に限定されており、皇族、総理大臣並びに、海外からの重要人物の移動の際に使用される機体となっている。今回の弓張りを含め、6000トン超級の大型巡視船6隻が第10管区海所保安本部に配備されることは前述したが、残りのこれらの大型巡視船は、秋津島が第3管区、2名型3番艦の朝月が第11管区に配備されている。こうした中で、今は第10管区海所保安本部に配備されている四季島が最も慣例の進んだ船舶であり、1992年4月に就役、総トン数は7175トン、全長は 150.0 メートル、全幅は 16.5 メートルと、海上保安庁で最大規模の巡視船である。四季島は、建造開始の時点では、世界の巡視船の中で、最も巨大な船舶であったが、現状では、中国海峡局の船舶2隻がこれを上回っているとはいえ、それでも、世界で、有数の大きさを誇る巡視船であることは間違いない。1990年に寄港された四季島であるが、これほど、巨大な巡視船が海上保安庁向けに建造された理由は、日本が行ってきた原子力発電所の運用を担うためという、その当時の政治的な情勢から生み出されたものだった。日本が自国の原子力発電所を稼働させた結果、そこで発生した使用済みの核燃料は、イギリス及びフランスの処理工場に送られ保管されていたが、年々増加するその使用済みの核燃料を再利用する手法が行われることとなった。そのために、イギリス・フランス両国に保管されていた使用済みの核燃料を、再度日本へと輸送する必要が生じ、その輸送には、万が一の強奪等のトラブルを防止するため、フランス海軍やアメリカ海軍の軍艦が警備を行うなどの対策がなされた。こうした状況下で、
ひとしの日本は、使用済みの核燃料の輸送に伴う警備任務を自前で行う必要に迫られ、従来の巡視船をはるかにしのぐ航続距離と監視機器を完備した船舶を建造することを決め、その結果、四季島が建造された。四季島は、1992年4月の就役の後、同年11月に実施されたフランスからの使用済みの核燃料の輸送に伴う警備に従事し、その任務を全うしたが、この1回限りで、その後は、使用済みの核燃料の輸送自体が行われなくなった。そのため、四季島は、大型巡視船として、通常の海上保安庁での任務に従事することとなり、今に至るが、就役から、30音に城が経過した2023年現在では、かなり老朽化が進行しており、今後晴れ、2名型の4番艦で代替される方向となっている。海上自衛隊の新型護衛艦もが、2型護衛艦の建造がハイペースで進められており、6番艦のアガノが浸水し偽装中とのこと。日本の海を守る護衛艦が、毎年2隻ずつ就役していきます。今回は、この護衛艦の最新型である秘密について見てみましょう。少人数化された AI 護衛艦の凄さは、世界に知られることに、世界に向け、日本の高性な護衛艦を販売していくといいのかも。海上自衛隊の新型護衛艦、もが、2型の建造がハイペースで進められ、2022年3月に、2番艦の熊野、翌4月に、1番艦で、ネームシップの、も、神が、そして、年末の12月に、3番艦の城が就役を果たし、日本の海を守る一員に加わりました。そして、今年2023年は、ここに、さらに、3月の予定で、4番艦の三熊、年末の12月に、5番艦の矢作が就役を迎える計画となっており、6番艦の阿賀野が、2024年3月に就役を迎える予定で、矢作と阿賀野は、三菱重工業者中崎造船所において現在浸水し偽装中です。も、が2型護衛艦は1年で2隻ずつが継続して増加していく状況となっています。当初22隻の建造が見込まれており、就役から40年間の運用が想定されていましたが、防衛省は新型の FFM の建造は12隻と公表しています。ちなみに、もが2型護衛艦の名前には、日本国内の河川の名前が使用されています。もが、2型護衛艦は、海上自衛隊の艦艇として、これまでになかった FFM という、新たな艦種記号を冠されているが、これには、艦艇の規模を示す、フリゲート艦の意味と、多用途嫌いを指し示す意味があると解釈されています。FF は、フリゲート艦を意味し、艦艇の大きさは、駆逐艦よりはやや小さく、コルベットより大きい航洋護衛艦を指し、対戦、防空能力を有しており、揚陸部隊、補給部隊、商船団などの艦隊護衛が主な任務です。そして、機電のマインと多機能性を意味するマルチパーパスの頭文字 M を合わせた新たな艦種記号で、これまでの対戦、対空、対艦における任務以外に機雷機能が導入されました。これまで掃海艦艇が行ってきた対機雷戦能力まで任務するということです。海上自衛隊では、これまで、護衛艦の位置づけを、
諸外国海軍における駆逐艦デストロイヤーと同様にしてきました。そして海上自衛隊では汎用駆逐艦からヘリ空母と呼ばれるような大型の艦艇までもまとめて護衛艦と呼んでいます。海上自衛隊の艦種記号には数種類あり、例えば混合型護衛艦のように艦対空ミサイルを多数搭載し、艦対防空を主な任務とするイージスシステムを搭載したイージス護衛艦には、誘導ミサイル、ガイディッドミサイルの G をつけて DDG としています。そして、出雲、片や、ヒューが、片護衛艦のように、広大な全通飛行甲板を有し、ヘリコプターを運用する能力を備えている護衛艦には、ヘリコプター搭載護衛艦、ヘリコプタールの H をつけて DDH としています。また、秋月型護衛艦や村雨型護衛艦などの汎用型護衛艦 DD よりやや小ぶりで、近海、沿岸海域の防備を担って活動している、阿武隈型などの護衛艦には、護衛、エスコールトの E をつけて DE という艦種記号がついています。近年、海上自衛隊では、一定規模以上の艦艇を、すべて護衛艦という呼称で統一しているため、フリゲート艦という区分は、アメリカからの供与を受け、1950年代から1970年代まで運用されていた、クス型護衛艦以来となります。モッガミ型護衛艦、FFM は、2013年12月に公開された25大綱によって、新型護衛艦の構想が明らかになりました。こうした新型護衛艦の建造は、2014年から2024年の間に、旧式護衛艦4隻が退役する予定とされていたため、それらを入れ替え、増強を図ることを目的としながら、また、中国、ロシア、北朝鮮の海洋での軍事活動が活発になったため、今後、海上自衛隊は、ますます激しさを増すことが予想され、南西諸島方面に対して、消費化を図った小型艦艇での監視任務を強化することが求められ、FFM という新艦種のもが、身型が計画されたのでしょう。設計当初、もが、身型護衛艦の船体は、多様な任務に対応する能力の向上、船体のコンパクト化が要望されていました。しかし、2015年の研究開発の時点では3000トン型護衛艦と称されていましたが、最終的には排水量がおよそ3割増えて大型化し、3900トンの大きさとなりました。モッガミ型護衛艦の基本仕様は、基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、最大幅 16.3 メートル、深さ9.0 メートルの規模を誇り、世界的なフリゲート艦としても、大柄な艦となっています。モッガミ型護衛艦の機関方式は、海上自衛隊の護衛艦として、初めて、ガスタービンとディーゼルを併用した複合ノドタグを採用し、通常時は、ディーゼル、加速時や高速時は、ガスタービンを併用しています。ガスタービンエンジンは、ロールスロイス社の MT30 を1機、ディーゼルエンジンは、MAN 社の 12V283-3D を2機搭載しており、軸出力は7万馬力を発揮し、速力30ノットで航行します。また、もが、身型護衛艦は、従来の艦艇に比べ、大幅にステルス性を考慮した設計になっており、レーダー反射弾面積、RCS の低減を意識して、主船体や上部構造に傾斜角がついており、全甲板からのナックルラインが飛行甲板まで伸びています。さらに、上甲板の配置は、従来の艦船にある魚雷発射管やミサイルなど、電波を受けやすい機器などの装備品の張り出した部分を艦内に配置し、従来は、上甲板に設けられていた暴露部の通路が廃止されています。このように、もが、身型護衛艦は、対艦ミサイルなどに探知されにくいステルス性の高い形状となり、船体のカラーも、低したため姿勢を重視した灰色でレーダーに映りにくく、徹底的にステルス対策された護衛艦となっています。日本周辺のもが身型護衛艦と同規模の艦艇を見てみると、中国海軍の 054A 型と呼ばれている航海2型、ジャンカイ型フリゲートや、ロシア海軍のアドミラルゴルシコフ級フリゲート、22350型フリゲートがあります。2023年1月4日には、
ロシア海軍の最新鋭のフリゲート艦であるアドミラル・ゴルシコフ級フリゲートのネームシップである1番艦のアドミラル・ゴルシコフが極超音速兵器のツィルコンを搭載して航行に出たことが報じられました。この極超音速兵器のツィルコンについてロシアは射程距離で 1000km 以上、飛翔距離はマッハ9以上のために迎撃は困難であると主張しています。ロシアのプーチン大統領はアドミラル・ゴルシコフが極超音速兵器のツィルコンを搭載して航行することでウクライナ戦争で対立しているアメリカをはじめとする北大西洋条約機構 NATO に対して牽制する狙いがあったと思われます。ツィルコンを搭載したアドミラル・ゴルシコフ級フリゲートは基準排水量が4500トン、満載排水量が5400トン、全長が135メートル、全幅が16メートルの規模でありもが味方護衛艦と大きさの違いはほとんどありません。しかし、海上自衛隊のもが味方護衛艦とロシア海軍のアドミラル・ゴルシコフ級フリゲートの大きな違いは、その主兵装で、前者が最大で VLS 垂直発射艦を16セル搭載可能で、後者は倍の32セルを装備しているということです。目下、味方護衛艦は、兵装の面から見ても、その特徴は、水上戦闘艦として中武装に振らず、対空、対艦、対戦闘のバランスの取れた兵装と、機雷の除去と、施設の能力を付与された多用途艦であるというところでしょう。そのバランスの取れた兵装について、ですが、対空兵器としては、シーラム近接防空ミサイルシステムが1機、62口径5インチ砲、127mm 単装砲、1機が搭載されています。この62口径5インチ砲は、目標の捜索から探知、追尾等を行う多機能型レーダー、OPY-2 によって射撃式が行われます。そして、対艦兵器として、1蓋式地対艦誘導弾を、ベースとして国内で開発。運用されている17式艦対艦誘導弾 SSM-2 の4連装発射筒2機が搭載されており、さらに日本の海上自衛隊で調達運用されている遠隔操作式の無人重火砲塔 RWS の水上艦艇用機関銃火遠隔操作型の 12.7mm 機関銃装備型を2機搭載しています。対戦兵器としては324mm 3連装単魚雷発射艦が2機搭載されています。このように、多くの任務をこなせる、もが味方護衛艦ですが、乗員は、わずか90名と少なく、毎級とされる、阿武隈型護衛艦の乗員は、120名で、もが、味方護衛艦は、これよりも、はるかに艦隊が大型化しているにもかかわらず、約90名と非常に少ない人数での運用が可能なほどに省人化が図られており、省人化に伴って目下味方ではクルー制の導入が予定されています。これはもが味方護衛艦3隻に対して4組の上艦クルーを配置することで、3組が上艦している間は残り1組に休養を取らせるという交代制のシステムで、定期検査や修理などに対応しながら稼働席数を確保できるだけでなく、乗員の休養期間が確保されるというわけです。今後、少子高齢化傾向は、ますます加速する上、慢性的な人員不足に直面している海上自衛隊にとっては、その数であっても必要数を充足させることは容易ではなく、そういったことを見越し、省人化を実現した初の護衛艦となっています。もが味方護衛艦の今後、建造される艦のすべての偽装が同じ時期になるように計画されており、これは海上自衛隊でも初の試みだということです。
日本は次期戦闘機開発に着手していますが、新進のテスト飛行終了後話が二転三転する結末。次々機戦闘機を準国産開発するために、現在、イギリスとイタリアとの共同開発計画に参加している。今回は、その3カ国共同開発での XF9 エンジンが使用されるのか詳しく深掘りしていきますね。F3 戦闘機開発は、加速され非凡に導入されるのか、F35 戦闘機でも、かなりの開発期間がかかっていますし、やっぱり X2 新進を量産化して航空自衛隊に導入する方が早いような気がするのは私だけ。新進をちょっと大きくして格納部分を増やすと世界最強になるかな。タイトルに関するネット上の意見あれこれを紹介したいと思います。残念ながら使われないよ。日本がイギリスと組んだ時点で、あっちのロールス・ロイス社製エンジンで決定。石川島播磨重工のエンジンで間に合わせるっていうなら、テンペストは、ドックの昔に、FCAS、フランスとドイツが主導している将来戦闘航空システム、フューチャー、コンバット、エアー、システムに統合されて、フランスのスネクマ社のエンジンを搭載してるはず。すでに予算がついているなんて、当然のことを書いてますけど、そりゃ予算はつくでしょうよ。国会を通ったんだから。F3 戦闘機については、エンジンは、ロールス・ロイス社が主管になってるから、日本は、圧縮機とか、肝でないエンジン部分の開発や生産を任されるんじゃないか。日本向け以外の F3 には、ロールス・ロイス社が責任者になっているエンジンが採用されるのは間違いないね。日本向け F3 には、オプションとして、石張が作ったエンジンを乗せるかもね。日本が、どうしても国産エンジンじゃなきゃと主張したら、日本用の F3 だけならできるんじゃないかと思います。でも、そうなったら、ロールス・ロイス社のエンジンに石張は絡めなくなるでしょうね。つまり、イギリス向けやイタリア向けだけではなく、将来的に F3 戦闘機が輸出されるとしても、日本の石張は、蚊帳の外ということになっちゃうんですね。EJ200 のタービン温度が 1550°C という数字はデビュー当時のもの。勝った。って思うけど、そこで喜んでちゃ、お気楽すぎだよ。日本の IHI、石川島播磨重工にタービンブレードを作らせたら即解決じゃん。国際開発の中で低周圧のタービンブレードなら作れるというので、試しに日本メーカーに作らせてみたら大失敗という低たらく。同じ国として、日本メーカーがその尻を拭くのは当然だろう。ロールス・ロイス社は、トレントエンジンでも高圧タービンは手放さなかった。しかも、高圧タービンは、低中圧タービンよりずっと難しかったのに、ロールス・ロイス社は問題を起こさなかったよ。ロールス・ロイスは発表していないから、具体的温度はわからない。でも、EJ200 シリーズ最新型の EJ260 は、EJ200 より、出力 30% 割増し。当然、バックには、ハイスピードなテクノロジーの進歩があるんだろう。1550°C という温度は、1980年代半ばの EJ200 が開発された頃に叩き出した数字だよ。それから40年も経っているんだけどね。日本製エンジンは使われないでしょう。エンジンは実績が重要。昔よりコンピューターが進化して、今は、正確なシミュレーションができるようになったけど、やっぱり実際に使ってみないとわからない不具合はたくさんある。実績が全くないエンジンを戦闘機に採用するなんて、賭けですよね。予算がついたから国産で、となるとは限りません。今までのように、日本は、大金を出して完成品を買うことになるでしょう。もし国産にするのなら、入札か随意契約でとなるだろうし、結果は公示されるから確実にわかるはず。日本製エンジン、当然使われるでしょ。日本では、もう、次期、戦闘機エンジンの製造と、機体設計に、とっくに予算がついてるんです。軍事に関する限り、ニュースでも、利権が絡んだリークや、観測気球みたいな記事が、すごくいっぱい出るよね。ヨーロッパのサッカー選手の移籍とか、サッカー代表監督なんかは、代理人が有利な契約ができるようにあることないこと、自分側に、いい情報を流すけど、
軍事は動くお金もどでかいせいなんでしょうね。そういう関係のニュースの精度はひどい。こういう嘘に惑わされない方がいいです。日本の次期戦闘機用エンジンシステムは、設計まで日本の IHI と契約締結されてます。予算を紹介してあげると、2021年度は、次期戦闘機用エンジンシステムその1で、契約相手は IHI で契約金額は158億円。2022年度は、同じくその2のエンジンシステムで、相手方は、やっぱり IHI、契約金額は164億円です。これが、次期戦闘機エンジン設計予算から出てるのでちゃんとわかります。IHI が設計したエンジンを次は製造するわけですね。ロールスロイスのエンジンなんて影も形もありませんよ。日本は IHI が設計まで契約済み。今年度は製造にかかるわけです。IHI 以外にどの企業が IHI が設計したエンジンを製造すると言うんですか？イギリスは2027年に EJ200 の実証機を飛ばしてみたらいいんじゃないでしょうか。エンジン性能のネックになるタービンの入り口温度は XF91 の段階で摂氏1800°C 以上を叩き出したんだけど、 EJ200 戦闘機のは摂氏1550°C くらいじゃないですか。それでどうやったら間に合うって思えるんだろう。日本向けの F3 戦闘機には日本のエンジンを乗せるってことで納得してるんですね。イギリス向けもイタリア向けも、それぞれ自分の国の企業に金を落としたいだろうから、ロールスロイス社は自前のエンジンをつけられるならやっぱりつけたいでしょうね。となったら、日本のエンジンのライセンス生産にするとか、タービンブレードとか一部のネックになる部分は日本に作ってもらうかの二択でしょうね。EJ200 のタービン入り口温度って、今は一体何度なんだ？ロールスロイス社は、旅客機用のトレントエンジンでも、爆発事故とか破損事故とか起きてるんだけど、知らないのかな？解決策として、日本の IHI にタービンブレード作ってもらってるわけなんだけど、あんまり知られてないのか。日本の IHI の実証エンジン XF91 のタービン入り口温度はなんと 1800°C。じゃあ、EJ200 って何度なんですかね？イギリスで2027年に飛行させる実証機を EJ200 たす SG インテークで行うって発表があったからでしょうね。日本は製造しようかととっくに提案してるのに、XF9K 以外のエンジンで一体何があるんですか？イギリスには EJ200 しかないですよね。XG240 戦闘機も実験中という話が聞こえてきたけど、全情報出てこないんですけど。何回も言うけど、EJ260 だってドライ8トン、AB13 トンの非力なエンジンじゃないか。次期戦闘機どうやって飛ばすつもりなんだよ。タービン入り口温度って、ジェットエンジンの推力を増やすボトルネックなんだってさ。だから、そこが何度まで耐えられるのかって質問なんです。さっぱり、数字で答えが出てこないんですけど。ごまかしてる？イギリスで2027年に飛ばすと言ってる実証機は EJ200 戦闘機。だからバカにしてるんじゃない？トレントエンジンのタービンブレードって、ロールスロイス社が作ったものだった。要するに、ロールスロイス社が自力で問題解決できなかったから、IHI が解決してあげんたでしょ。だけどそれをごまかしてません。何の印象操作しようとしてるんですか？そんなに一生懸命になって。高圧タービンは手放してませんって言い張るけど、中低圧で不具合出したのに、ロールスロイスは自分たちで解決できなかったよね。1550°C ならロールスロイスでもできるだろうけど、1800°C 以上になったら素材技術がある国じゃないと作るのは無理でしょ。全くと言って良いほど情報は出てこないんだけど、XG240 はテストを続けているみたい。一応は、日本から高温に耐えられるタービンブレードのテクノロジーを教えてもらっちゃったのかも。どうしたって、日本で次期戦闘機を使い始めるスケジュールには間に合わないんだけどね。
イギリス国内向け戦闘機は、自国が作ったエンジン使うだろうから、X240 エンジンにするかもしれないけど。間に合うならねの話だけど。